彦坂直義です。糸崎君雄です。まあね、もうどうなんだろうっていうのはよく分かんなくなってきているんだけども、でもにもかかわらず、まあ、あの今年の11月かな、そのトランプ大統領が落選するのか、2期目をやるのかによって時代は随分変わるので、もちろんそのトランプ落ちるっていうふうに書いてる批評も随分たくさん乱立しておりまして、これはこれで面白いですよ。必ずしも面白いっていう意味で言えば、機械的にトランプが通るよりはトランプが落ちるっていうのも面白いのは面白いわけですね。だからいいんですけども、まあ、そういう中でなんていうかな、美術の方も変わっていくだろうと、うん、ただその美術がその先端性を持ちていくのかっていうのはかなり疑問になってるのね。ただね、美術というものが時代の前衛性を担ってきたっていうのも一種の幻想でありまして、うん、最近発見してるんだと、チャイコフスキーの音楽っていうのが実はその、ピカソのレベルだっていう、うん、つまり彦坂で言うとピカソのキュービズムっていうのは、創造界、象徴界、現実界、三等分って4回ある音楽美術なわけですね。ところがチャイコフスキーの音楽っていうのは4回あるんですよ、うん、だから演奏不可能っていうのは3回にわたって言われるのね、うん、だから今僕たちはチャイコフスキーの音楽を前衛だとは思わないんだけど、だけど当時は前衛的というか、演奏不可能ってまるでその今の、ファーニフォンみたいに言われる音楽だったのね、うんうん、でそれは4回になってるので4回建ての音楽になっちゃうので、ガラッと変わるわけですよね。でだからつまりピカソよりも全然早くキュービズムをやってしまってるので、音楽におけるキュービズムをね、うん、そうすると音楽の方がその芸術的展開が実は早いし、すごいのではないのかという、うん、なるほど、うん、気がするのね、うん、まあ、特に美術が遅れてくるのは1975年以降になってくると美術の展開ってものすごく遅くなるので、ほらそういう話をしても日本の美術界っていうのは何しろ日本の美術しか見ないからさ、ラファエロ・コランだからね、やっぱり100年以上遅いわけですよね。大体日本ってね、100年じゃなくても普通でも50年は遅いです、うん、50年前のものを模倣してる作家たちがたくさんいらっしゃるの でそれをまあ面と向かってお知り合いの作家にですね、これは50年遅れですよとは言えないでしょう、ね、人間ってのはやっぱり付き合いがあるし人の名誉を傷つけてはいけないからっていう、こうまともさっていうとまあそういうこと言わないと。でまあこれはでもその別に日本だけの問題じゃなくて海外でもまあ言わないんだよね。美術ってやっぱりね、玉石混合の世界でいい作品と悪い作品がこう入り混じってくる、でこれが面白いだからいいんだろうと思うんだけども、だけどそのだからまあそういう玉石混合の時代の中を私たちが生きていくときに、特にその若い作家たちは大変だなっていうふうには思いますよね、うんうん、何をやっていいかよく分かんないんじゃないかなというふうには思うのね。だけどほらこれをやりなさいっていうふうに言うべきものなのかっていうのも、さっきの誰だっけ、池早さん、池早さんもだからねこれはビジネスの話だけども何やっていいか分かんないっていう人は多いけども、そんなん誰だって何やっていいか分かんないんだっつってね、片っ端から寄ってみればいいじゃんっつって、で池早さんもいろいろやった中で今の YouTube が残ってて、なんかゲーム実況もやりかけたんだけど自分には無理だったみたいなね、そんな風にして試しているのでっていう話をされてて、なるほどっていうのは思いましたけどね。だから結果だけ見てるとね、池早さんなんかセンスがあって才能があってすごいなと思うけど、実は単純にあの人の場合は量をこなしてるんで、僕は量をこなしてるんですよっつってね、池谷さんが言ってたわけなんですね、うん、でまあいわゆるその情報化社会になってきてるわけですね。情報化社会になってきてるっていう中でその YouTuber っていうのもこう
台頭してくるわけで、うん、まあそれも、うん、なんていうかな、漫才師とかね、一人、ま、漫談とかね、そういうものなのかなというふうには思いますけどね。そのまあ幅は広いからね、実際的に。そうね、で、うん、またみんなその手探り状態で分かんないでやってるので、でも本当にテレビの黎明期と同じで、まあ、映画の黎明期もそうですけど、とにかく今 YouTube 黎明期なんで、だからそれこそテレビの横流しってね、テレビの企画そのままコピーしていく人もいるし、で我々のこの喋りだって、まあ、試してるっていうか、これ台本なしでやってますからね。打ち合わせも何にもなくて、いきなり喋ろうっつって彦坂さんに言われて私は喋ってるので、でまあ、これもだから広い意味で、情報化社会の芸術なんですよね。まあ、芸術であるかどうかっていうのは分かんないっちゃ分かんないけど、そんなこと言ったら今の日本の現代美術だって芸術なんですかねっていうのはさ、本当にそうですよね、うんうん、の芸術なんだって言い張ってる人はいると思いますけど、現実に芸術なのかっていう問題はまた別の問題だよね。だ言い張ってもいいですけど、そうすると言い張った人はじゃあ何をもって芸術って言うんですかと、で例えば過去の作品ですね、昔の名画でこれは芸術ですかこれは芸術じゃないですかということをきちっと整理して言えるんですかっていう問題だから、ただこういうのはね、実を言うと私は何回もね、そういう一種のなんていうかな、ショーをやろうと思って、で、まあ、止めるんだよね。ショー、うん、だから例えば某ね美術手帳の編集長を呼んできてね、そのこの作品とこの作品でどっちが芸術ですかっていうことをやろうとするわけ。あ、うんうん、あ、これはね編集長じゃないんだ、批評家、亡くなられちゃった、うん、批評家で何て言ったっけな、やろうとしたの、うん、そしたら元美術手帳の編集長が、うん、彦坂さんそれはダメですダメですって止めたの、うんうん、あんまり真剣になって止めるからね、うん、やれなかったんですけどね、うん、まあよく分かってますけど、私の一応その恩師って言われるのは針尾一郎先生であり、中原雄介先生であり、遠野芳明先生ですけども、もっといるんですよ、あの批評家の先生たちは。でまあ正直言って御三家で言えば、これは芸術ですかこれは芸術ですかってこう聞いたら怒り出しますよ。針尾さんは確実に怒るね、そんな分かんないでやってんだから。だからその真剣な問題ですよ、分かんないでやってるっていうことは。だからそのみんな思ってる以上に日本の美術批評の世界っていうのは深刻な問題だったんです、うん、だから一度もそんな真面目にこれは芸術か芸術じゃないかなんていうことを問い詰めて やっていくってことはやってないんですよね。でそういう中で、芸術っていうのも時代によって変わってきますからね、こう基準が。そうですね、うん、基準変わっていくのは確かだから、それから本当に芸術っていう名前でもって言われるものが芸術なのかっていうのもね、分かんないんですよ。だからまあそのサピエンス全史たびたび引き合いに出しますけども、サピエンス全史的に言うと近代の基本っていうのは、私は何も知らないっていうところからスタートすると近代的な科学的な知性が始まるっていうわけですよね。でそうすると芸術っていうのは誰にとっても生まれる前から芸術があるわけですよね。だから知らないわけなんです、芸術のことを知らないって素直に言えばいいのに、みんな芸術のことをこう知ったようなふりをするというか、知ったつもりになってそれ以上考えないんですよ。芸術のことを知ってますって、芸術ってこうだよねって、俺の芸術なんだって言っちゃうと、もうそれ以上思考が進まないと。で芸術のことを知らないってそこから知ったとすると考えが進みますよっていうのが科学の方法論のはずで、その下地の上にポストモダンっていうのがあるはずなのに、それがない人が美術界には多く見られると。でもそれは日本だけじゃないんですよ、うん、世界中同じ、うん、同じよく分かんないでみんな生きてるので、まあですからね、若さの特権で、大変ですけども、がむしゃらに自分自身の方法を見つけていかれるというのがとりあえずは正しいと。はい、はい。